今日のキックオフ静岡は県勢4チームの昨日の激闘をプレイバック。4連勝を狙う2位エスパルスの結果はこの後たっぷりとお見せします。さらに、もしかしたら辞めるかもしれないっていうのも意識したまんまのオフシーズンを過ごしてて、横浜 F マリノスなどでプレーし、今シーズンアスルクラブへ加入した元日本代表斉藤学選手の特別企画も。それではキックオフ静岡、まずはこちらから。ジュビロ磐田と鹿島アントラーズ、かつて二強と呼ばれた両チームは歴史に残る名勝負を演じてきました。1997年初の年間王者を狙うジュビロはチャンピオンシップで前年覇者鹿島と対戦。勝てば優勝が決まる第2戦でゴン中山が決勝ゴール。ジュビロが悲願の初優勝を果たしました。以降2002年まで日本一を分け合った両チーム。今節ジュビロはその宿敵鹿島とアウェーで激突。相手は11年連続で J1 5位以内と安定した成績を残している強豪。ジュビロは新外国人マテウス・ペイショットを初のスタメン起用。最初にチャンスを作ったのは鹿島。前半7分ゴール前のパス回しから最後はチャブリッチ。ここは川島が見事な反応で防ぎます。対するジュビロは11分、松原のクロスにジャーメイン。前節終了時点で得点ランクトップのジャーメインが積極的に狙います。さらに16分、松本のパスを受けたペイショット。来日初スタメンの助っ人がシュートを放つもここは枠の外。さらに21分、上原のミドル。立て続けにチャンスを作るもののネットを揺らすことができません。すると30分でした。松原のこのプレーがハンドの判定に。 PK のピンチを迎えます。キッカーは松原の元チームメイト鈴木優真。鈴木優真の強烈な右足、先制点を許します。流れを変えたいジュビロは後半16分、平川に代え20歳のドリブラー古川を投入。その古川が見せます。19分、左サイドでボールキープ。相手を一人かわしてゴール前へクロス。チャンスを演出すると24分にも、巧みなドリブルで相手をかわし自らシュート。左サイドから何度もゴールを脅かします。静岡のサッカーを全力サポート、キックオフ静岡。今日のゲストは元ジュビロ福西崇史さんです。福西さん、このシュートいかがでしょうか。はい、素晴らしいですね。やっぱこう古川選手がドリブルでボールを持てるということで、相手も寄ってくる、それでまたシュートコースも空いてきますんでね、これ決めてほしかったなっていうところですね。相手をかわすところも見せましたね。よかったですね。さらに31分、古川から上原、最後は途中出場の藤川。決定機を迎えますが、相手ディフェンスに当たってボールは枠外へ。そうですよね。試合終了間際にも、ゴール前の混戦から最後は上原。ここもキーパーに阻まれます。
チャンスを作るも1点が遠かったジュビロ、痛い3連敗です。今日も1200人以上のサポーターがね、相手の、チームのね、声に負けないぐらい大きな声援いただいて、それに応えることができなくて非常に申し訳ないと思ってます。まだまだ我々に力が足りない、いい試合をしても勝ち点を持ち帰られないというところはまだまだ足りない部分が多いのかなというふうに思ってます。はい、ということで結果は0対1で3連敗。福西さん、監督もおっしゃってましたが、いい試合はしてるんですよね。はい、内容的にはいい場面多いなと思います。だからこそやっぱ点を取るべき時に取っとかなきゃとかもありますし、やっぱ点取られたことによってちょっと相手ペースにもなってしまう部分もありますから、そこでね、よりパワーを使わなきゃいけないということにはなりましたね。まさにこうチャンスも多かったとは思うんですけれども、その点を取るために福西さん、何が必要ですか？やっぱ人数増やしていくという点では増えてきてると思います。その時にやっぱり冷静な判断っていうことは大事になってきますんでね、もっともっとシュートを数を打つ場面っていうのを作らなきゃなと思いますね。あと福西さん、ペイショット選手の初先発に関しては、はい、僕非常にね、面白いなと思います。ペイショット選手も日本に慣れてきたなっていう感じもしますし、そこでジャーメイン選手も近くにいるということで、ヘディングの強さも生きるし、サポートっていうところではみんなも近くにいれるんで、この先発っていうのは面白いかなと、これから楽しみだなと思いますね。じゃあ期待して良さそうです ね、はい、古川選手のドリブルもありましたしね。本当に流れ変えましたね。はい、で順位は18位に後退してしまいましたが、すぐ試合がやってきます。次節は中3日でホームで新潟と対戦します。さあ、この後はエスパルス期待のルーキーが初先発。前節北川のゴールで今シーズン初の3連勝を飾ったエスパルス。本節対戦するのはモンテディオ山形。昨シーズンの J1 昇格プレーオフ準決勝で対戦し、0対0で辛くも引き分けた相手。エスパルスは年間順位の差で勝ち上がれたものの、どちらに転んでもおかしくない試合展開でした。攻守において、非常にこう積極的なチーム、クラブですから、しっかりとしたチャレンジ精神を持って、いろんなことにトライしていきたいなと思っています。苦しめられた山形を破り4連勝となったのか。昨日アウェー山形に乗り込んだエスパルス。この日 J 初出場、初スタメンを飾ったのが高卒ルーキー郡司陸。乾、北川、カルリーニョスの主力3選手が不在の中、期待がかかります。しかし試合は山形ペース。5分、あわやのシーンを作られると、34分でした。先制を許します。それでもアディショナルタイム、エスパルスは右サイドからチャンスを作ると、白崎から郡司、もう一度郡司、ルーキーがゴールに迫ります。福西さん、このデビューの郡司選手のシュートいかがでしょうか？はい、積極的でいいと思いますね。でこう経験をしてきて、これから成長するっていうことでは期待は大きくなるかなと思いますよ。なんかゴール前、やっぱりシュートの技術がありそうだなって予感させますね。はい、そうですね、まずゴールを意識していることがまずいいですね。これはもう高校時代からもそうですけど、取ってきた、でもレベルが上がったところでどうしていくか、これからだと思います。後半、その郡司に代え、ユース出身のフォワード千葉寛太を投入。すると5分、その千葉がサイドを強引に突破し、松崎、そして吉田、チャンスシーンでしたが枠の上。さらに9分には松崎のクロスに千葉、ダイビングヘッドで気迫を見せますが同点ゴールとはならず。
20分、セットプレーのピンチ。ロンダが連続セーブでしのぎます。福西さん、危ないシーンでしたね。これね、あのマークところでシュート打ってくるんじゃないかっていうね、そういうところを裏書かれたわけですけれども、やっぱそこを、ね、最後まで権田選手は集中して止めてる。あと打たれた後の処理も早いので次のシュートも止めれる。こういうところはね、さすが権田選手だなというところですけどね。しかし43分、守備の乱れから決定的な2失点目。主力の不在が響いたエスパルスは今シーズン初の無得点、4連勝とはなりませんでした。昇格するためにはやっぱ連敗できませんし、これをこう引きずることなくもう一度ホームでどれだけメンタル的にもフィジカル的にも回復しているのか、全員の力を持って、連敗しないようにまた勝ち点差を取りたいなというふうに思っています。はい、ということで結果は0対2。福西さん、エスパルスは今シーズン初の無得点ということになってしまいました。やっぱ主力がいないということで頼りどころがなかったっていうのはちょっとチームがこう沈んでしまった部分なのかなっていう気はしますね。そして山形もチームとしては本当しっかりしてますから、そこを上回るだけのこう経験っていうのがちょっと足りなかった気がしますね。まさにその乾選手などがいない中で、このルーキーの郡司選手がスタメンデビュー飾りましたね。はい、デビューできたことが良かったですね。こういう経験をして、あ、じゃあもう本番はこういうんだって言ってまた意識をしてトレーニングすればいいの で、ここからどんどん彼の良さっていうのは出てくると思いますから、まあ、今後期待したいですよね。それに負けじとベテランの選手たちが頑張りますから、チーム力っていうのは上がっていきますよ。まあ、実際こう主力の選手、カルリーニョス選手や北川選手もいなかったので不安ですが、こう乗り越えなきゃいけないですね。いや、本当ですね。こういうことはもう世代交代ってよく言いますけど、そういうのはやはり必ずあることですし、こういうところで経験させられたということを次は結果に残していかなきゃいけないというところは、もうあの秋葉監督が言ってたように連敗はできないんでっていう、そうです、気合が入ると思います。はい、期待します。さあ、続いては藤枝マイ FC です。前節は絶妙なスルーパスに反応し、フォワード中川和樹が先制ゴール。さらに巧みな連携から決勝点を奪い、連勝を飾った藤枝マイ FC、 クラブタイ記録となる J2 3連勝なるか。アウェーでの勝利で弾みをつけたいマイ FC は前半26分、静岡学園出身大卒ルーキー朝倉の左足、ここは惜しくもバーに弾かれます。さらにその5分後、左サイド榎本がドリブルを仕掛けると、自らシュートを放ちますが相手選手にブロックされます。その後、後半開始早々に先制点を許したマイ FC、 27分目、1点を追う状況で痛い追加点を奪われます。ちょっとショートカウンターでもね、そうですね、一瞬でしたからね。その後も失点を許したマイ FC、 3対0で敗れ3連勝を飾ることはできませんでした。ということで、福西さん、藤枝マイ FC も敗れてしまいました。まあ、2失点目というところではね、点取りに行かなきゃいけなかったんだけど、一瞬を疲れたなっていう、ああいうところはやっぱ痛いですよね。ああいうところをしっかり抑えられるようになったら、またおせおせムードっていうのは戻ってくると思いますけどね。はい、ということで、藤枝は17位に後退で、エスパルス敗れましたが2位をキープしています。次節は3日水曜日、エスパルスはホームで徳島と、マイ FC はアウェーでいわきと対戦します。ゴン中山監督体制2シーズン目を戦うアスルクラロ沼津が絶好調。ここまでホームでは4戦全勝、開幕から勝ち点を積み上げ、順位は堂々の首位タイ。この日キックオフは快進撃が続くアスルクラロの練習場へ。すると斉藤学選手、存在感ありますね。目立ちます。
注目したのは横浜 F マリノスや川崎フロンターレなどでプレーし、今シーズンアスルクラロへ加入した元日本代表斉藤学選手。ここまでの出番は試合終盤から。しかし限られた出場時間でもその存在感はすでに絶大。宮崎戦は後半33分から出場すると、昨シーズン加入した元日本代表川又健吾選手のゴールをアシスト。さらに先週の琉球戦は後半35分からピッチへ。すると試合終了間際、絶妙なクロスから決勝ゴールを演出。開幕スタートダッシュを決めたチームのスーパーサブとして欠かせない存在に。空気を変えるっていうのはすごく大事なんで、相手からしても嫌だと思いますし、なんで僕はよりこう入った時にはサイドを受けてこう完結するじゃないですけど、シュートまで持ってってもらったりコーナー取ったりこうクロス上げたりっていう、こう何かをするっていうのはすごく大事なので、健吾君は何も考えてないです。いやだから僕、お前さお前テレビやぞ分かりやすいんで、自分に合わせてくれやすいようなその前とか取ってくれるからやりやすいんですよ。同年代の斉藤選手が入ってきて嬉しかったですか？いや、いいこと言うね。嬉しかったよ、にじみ出てます、本当ですか？やっぱ若いんでね去年12月 J2 ベガルタ仙台を契約満了に。移籍先が決まっていなかった斉藤選手にとってアスルクラロへの加入はサッカー人生をかけた大きな決断でした。もしかしたら辞めるかもしれないっていうのも意識したまんまのオフシーズンを過ごしてて、少しいい条件のオファーとかもあったんですけど、こうやってチャンスもらえて、こうなんですかね、この厳しい環境にいたらもっとこう自分が高めにもう一回登れるんじゃないかっていうのをすごく感じたので、幸せですけどね、そうやってこの年になっても一緒にやってほしいって言ってくれてるクラブがあるってことは、ドリブルをこう見たいっていうサポーターの方もいらっしゃると思うんですけど、トレーニングしてましたけど、やっぱサッカーのトレーニングやってやっと1ヶ月なんで、もうちょっとしたら出てくるかなとは、体のキレとかいろんなものも含めてどんどん上がってっていうことは間違いないんで、もうちょっとしたらいろいろ出せるようになってくるんじゃないかなとは思ってます、期待していいですか？はい、そうですね。今シーズン沼津でどんなプレーしたいですか？みんな言ってますけど、J2 昇格と J3 優勝、自分が課せられてるこう何を必要とされてるかっていうのを、ね、ちゃんと理解して、まずこのチームを勝つためにやることやって、その上でこうアシストだったりゴールっていうものがついてくればいいかなと。注目の斉藤学はベンチスタート。すると前半10分、長身フォワード浮田の強烈な左足、先制を許します。1点を追いかける展開にアスルクラロは29分、相手選手のハンドで PK を獲得。キッカーはキャプテンの菅井。ここは相手キーパーがビッグセーブ、チャンスをものにすることができません。それでも後半開始直後でした。クロスバーに跳ね返ったボールをフォワード和田が押し込み同点に追いつきます。しかしその後2点を失ったアスルクラロは斉藤と川又を投入し反撃を狙います。すると後半アディショナルタイム、斉藤から中央へ。しかし相手の堅い守りを崩すことができません。
追加点を奪えなかったアスルクラロ、アウェーで黒星を喫しました。はい、斉藤選手追いかける展開での途中出場でしたが、福西さん、チームはそのまま敗れてしまいましたね。結果出なかったですけど、斉藤選手のインタビュー通り、やり始めたトレーニングやり始めたので、本当これからだと思うんですよね。そうなってくると長時間斉藤選手がプレーできる時間も増えてくるでしょうし、そうなると周りの選手もどんどん変わっていくと思いますから、もうちょっと期待したいなと思いますね。福西さん、インタビューをご覧になってどんな印象でしたか？ヒメネッシはね、僕も解説で言ったこともありますし、よく見てたんですけど、福西さんも愛媛のご出身だから、川又も愛媛の後輩なんでね、はい、そうですよね、頑張ってもらわなきゃいけないなっていうところで中山さんとね、鈴木コーチがいますから、ちょっと注目していきたいですね。表情を見てると本当に馴染んでるなっていう感じもありますし、こうボールを持つと局面を変えられる技術はやはり健在ですよね。いや、ドリブルもね、これでキレ本当出たら健在だと思いますね。その年齢いく年を取っていくごとに、やっぱ長期間っていうのはなかなか難しくなってくるかもしれないですけど、その時っていうところをやっぱ経験上知ってるんで、やっぱパーの出し方っていうのを知ってるだけに、やっぱこう局面を変えてくれると思います。インタビューの中でも、やっぱりドリブルやりたいなって言ってたのが印象的だったのでまだまだ見たいなと期待したいと思います。さあ、そして福西さん、この週末は県勢4チームが負けちゃいました。はい、もう残念です。そんな中でこのスタジアムもちょっと残念だなと思いながらも、ただね、こういうことはあります。だからこそこの次どうやっていくか、これがこれからリーグを通してやっぱチームの本当の力になってくると思いますから、ちょっとね、自習といいますか、また水曜日試合ありますしね、J1 はね、そうですね、 J1、J2 水曜日試合ありますが、福西さんの古巣ジュビロはここからどんなことを期待していきますか？結果を、出さなきゃいけないっていうところはあると思いますけれども、やっていってることっていうのは横地監督のやってることをどんどんやっぱ出せてはいますので、そこから微調整っていうのをしっかりできればいいんじゃないかな。さあ、そして来週のキックオフ静岡はお休み、次回は4月14日日曜日です。はい、お楽しみに。では福西さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。では次回は勝利を願いましょう。次回も日曜夕方5時、キックオフ。